様ご承知のように我が国は四方を海で囲まれた島国で大小約7000の島で構成されています。九州沖縄地区にも約2500の島が存在します。日本は近年の安全保障環境に即しこういった島などの防衛体制の充実に努めています。島などへの敵の侵攻があった場合には航空機や艦艇による対地射撃により敵を制圧した後陸上部隊を着上陸させるなど島などの奪回のための作戦を行うこととしており自衛隊はそのような訓練も行っています。本日はある島が敵の侵攻を受けた場合これを自衛隊が防衛するという状況を想定しその場面の一部をご覧いただきます。グランドの中央奥に設置しましたのはある島の模型です。ある島が敵の侵攻を受けこれを防衛する状況を皆様にイメージしていただくため全体の流れなどについてこの島の模型を使ってご説明しその状況に出てきます場面を装備や人員がグラウンドに登場して展示します。これ以降演技上この島の模型を飯塚島と呼びます。状況開始に先立ちすでにグラウンドに展開しています装備を紹介します。グラウンドの左手をご覧ください。赤旗が振られているところの装備はペトリオットパック3です。パック3は航空機のみではなく弾道ミサイル対処能力のある対空ミサイルです。本日は航空自衛隊追記基地に所在する第二高射隊から参加しています。白旗が振られているところの装備は丸三式中距離地対空誘導弾通称チューサムです。チューサムは航空機のみではなくより迎撃の難しい巡航ミサイルの撃墜も可能なミサイルです。このチューサムは当駐屯地の第3高射特化群のチューサムです。赤旗が振られているところの装備は改良ホーク改善3型です。ホークは遠距離における航空機を撃墜するミサイルです。これも中佐と同じく当駐屯地第3高射特化群のホークです。白旗が振られているところの装備は人々式短距離地対空誘導弾通称人々タンサムです。タンサムは短距離における航空機を撃墜します。本日は北熊本駐屯地に所在する第8高射特化大隊から参加しています。これらの対空ミサイルにより遠距離から短距離にわたり防空網を構成することができます。もうちょっとは10分後だろうけしやったお待たせいたしました。それではこれより訓練展示を開始いたします。元まで状況を開始。まずは敵の先遣部隊が島に上陸します。飯塚島をご覧ください。敵は後に続く主力部隊をスムーズに島に上陸させるためまず先遣部隊を上陸させ上陸海岸には拠点を設定します。拠点を設定した後主力部隊の誘導受け入れの準備を行います。それでは敵先遣部隊が島に上陸する行動の一場面をグラウンドで展示いたします。敵の先遣部隊が上陸しました。
敵はまず地域の安全を確認します。先遣部隊は主力部隊を受け入れるための拠点を設定します。本隊こちら先遣部隊、飯塚島に上陸成功。地域の安全を確認。この後本島上陸に備えて陣地を構築する。やっと連れてくる。次に航空攻撃の場面に移ります。飯塚島をご覧ください。敵は島に展開して主力の上陸を阻止しようとしている我が部隊を事前に破壊し、またその間主力を上陸させることを目的として大規模な航空攻撃を行います。あったか、そっち気持ち悪くなっちゃうよね。変わるよ、変わるよ。これに対して我が部隊は対空戦闘部隊を配置してこれを迎え撃ちます。対空戦闘部隊は敵から早期に察知されないよう広域に分散し、陣地には施設化部隊の協力を得て強固な工事を施してその強靭性を高めます。対空戦闘の場面はグラウンドと飯塚島の両方で表現します。ご覧ください。左手に展開する機材をご覧ください。対空戦闘部隊は射撃準備を行います。敵の本体上陸に先立った航空攻撃が行われました。島を守るため我の部隊は対空戦闘態勢に入りました。中止弾道ミサイルと巡航ミサイルが島に接近中です。左手の機材をご覧ください。パック3とチューサムが対処します。こちらフェドリ、目標ロック射撃用意発射。こちらチューサム、目標捕捉射撃用意発射。飯塚島をご覧ください。パック3とチューサムが目標を捉えました。こちらフェドリー、目標撃墜。
こちら中佐部目標撃墜。パク3と中佐部により弾道ミサイルと巡航ミサイルを撃墜しました。敵は航空攻撃の反撃によって艦艇によって主力を飯塚島に接近させます。続いて敵航空機による攻撃です。左手の機材をご覧ください。侵入してくる敵の航空機を遠距離から砲火、短距離の目標をパンサムに接近します。こちら本部目標ロック、射撃用意発射。こちらダンサム目標装備、射撃用意発射。飯塚島をご覧ください。フォークダンサムが目標を捉えました。いやいや、俺、まあ、言わんわ。これも嫌や。目標撃墜。フォークとタンサムにより敵航空機を撃墜しました。一方で敵の主力は飯塚島に上陸を開始しました。航空攻撃には有効に対処しましたが、敵の主力は島の東側に上陸し陣地を構築しました。次に上陸した敵の状況を解明する場面に移ります。飯塚島をご覧ください。上陸した敵の主力の情報を収集するため、我が部隊は上空から、そして地上からいろいろな手段を使って偵察活動を実施します。そしてそれらの情報を分析して敵の基礎や配置などを解明します。それでは偵察活動の一部をグラウンドで展示いたします。まずは上空からの偵察活動です。多用途ヘリコプター UH-1 が侵入します。 UH-1 は輸送や偵察等あらゆる任務で使用されます。 UH-1 が上空を旋回し敵陣地の偵察を実施します。本日参加していますのは、ベタバル駐屯地に所在する西部方面ヘリコプター隊の UH-1 です。
地上偵察では参加健康線、障害の再配置などを把握します。本日参加していますのは小倉駐屯地に所在する第40普通科連隊の計測バイクです。空砲を使用いたしますのでご注意ください。なるわ、こちらエベラーです。発射準備完了。
発射発射ご覧いただいたような事態に即応するため、日夜訓練に励んでおります。
日をもちまして訓練展示を終了いたします。ご観覧いただきまして誠にありがとうございました。どんどん時間通り45分前ご来場の皆様にご案内いたします。グラウンド内では訓練後の安全点検を実施いたします。今しばらくグラウンド周辺への立ち入りをご遠慮いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。ちょっとじゃなくて見に来たんじゃなくて、この後グラウンドで音楽演奏12時30分より装備品展示をグラウンドにて行います。引き続き皆様のご来場をお待ちしております。